さあ始まりました英語 GO! ということで今日もですね英語に向かって GO していきたいと思います。どうぞよろしく。さあ本日はこちらペヤング、たくさんのシリーズが目の前に並んでいますが、そんなことよりカノさん、はい、今競馬当たりましたねありがとうございます。本日日曜日、競馬開催していまして、配信していない、競馬配信していない、動画も回していない、回していない時にちょっと大きく当てさせていただきましたありがとうございます。なんで我々が乗ってない時に一人でかけて、はい、いやそれは不思議ですよ。僕もやりたい気持ちはあったんですけどね、ちょっとだからもう今だから流れは作ったんで、スタートは作ったんで、あとはもう爆走、もう大当たりラッシュ、あこれから入っていく感じなんで、ちょ次回はちょっと今日やりたいですね。わかりました。はい。まあじゃあそんなホクホクの加野さん、はい、今日の企画、はい、前にアップルパイ味食べた。食べましたね。好みあると思うんですけど、僕はあの感じがね、味がちょっと苦手でしたね。アップルパイやっぱスイーツ。ね、そうなんですよね。いや飯って感じじゃないですもんね。はい、はい、また今回もいろいろと種類があったので買い集めてみました。はい、まだ出ますねペヤングさん。本当ですよね。まずはこちら、なんちゃってそば風。え、そばアレルギーなんて気にしない、そば粉不使用ゼロ。蕎麦風？だから、カノ君はあれですもんね、蕎麦アレルギーなんで、ちょっとこれ興味ありますね。で、こっからすごいっすよ。ペヤングペペロンチーノ風、そしてペヤングカルボナーラ風、そしてペヤングナポリタン風とかパスタ。これマジで？なんか見た目はすごい高級感あってうまそうではあります。いや、いけそうな気もするけど、ただカップラーメンの僕パスタで食べたことがないんですよ、即席の。はいはい。だから美味しくできんのかなっていう感じはありますけどね。あ、ちょっと興味あるな。これが分かんないな。シーフード焼きそば。じゃあシーフードはね、やっぱシーフードのやっぱカップラーメンって言ったらやっぱ日清さんのあれのイメージがすごい強いから、高校生の頃よくあれにマヨネーズぶっかけてうまかったな。これちょっと興味あるんですよ、ペヤング焼きそば塩昆布。あこれだって想像、絶対うまいっしょ。優しいですよね、うん、合いそう。塩味とあと昆布の風味、これなんだよな。え、食べなかったこれ。ペヤング焼きそばごく激辛タンタン、食ってないっけ。タンタンは食ってない。もう一種類あります、ペヤング焼きそばごく激辛ニンニク。僕ニンニクは好きだからね、これはどんな味するのかなって興味あるけど、はい、ニンニクでも匂いだいぶ残りますよね。キスする予定とかあります？いや毎日してますからそりゃもうニンニクはもう食べてきたよっていうしかないですよね。さあこっから気になったやつを食べれるんですか？そうですね、今日も一つ選んでいただいて。一つでしたっけ？はい。うわ、難しいな。二つはダメですか？そんなちょっとつまみ食いスタイル良くないですからね。そうか、わかりました。まずはい、この二つないでしょ激辛、ごく激辛ないでしょで、シーフードも今回は、まあ、ちょっとないかな。そうですね、確認はしたいんですけどね、はい、で、これナポリタン、こちらも、省かせてください。ナポリタン、まあまあまあなんとか想像できそうな感じ。ケチャップみたいな感じですね、はい、カルボナーラもちょっとカットさせてください。俺たち雪貧乏ダーラっていう最高級出してるんだよパスタ系は今回やめとこ。あ、塩昆布気になるな。ペペロンチーノ
これもじゃあパスタ系は興味あるけどこっちかこっち、うん、ということで悩むけども今回食べさせていただくのはこちら。蕎麦いかしてください。蕎麦ですか。あのね、僕蕎麦アレルギーってのもあって蕎麦をねもう何十年も食べてないんですよ。あでもねロケとかでこう行くときに同じ演者さんがこうご飯食べるときに蕎麦食べててうめえとかやっぱ感動してるわけですよ。この分だけうどんに変えてもらったりとかしてるんですね。とかあれでうどんもなんか蕎麦しかないってときは天ぷらだけ食べてたりとかね。でやっぱちょっと蕎麦行ってみたいな。どんな味だったっけ蕎麦ってっていう。ちょっとこれ何十年ぶりのもう小学校ぶりの蕎麦こちらお願いします。普通の麺じゃないですか。一回開けてみますね。マジすげえ。これもう蕎麦ですね。蕎麦見た目蕎麦だね。蕎麦色してるわ。で、火薬も揚げ玉とか本当だ。ネギだ。ほんと蕎麦の薬味だ。神野くん。はい。袋見て。後入れじゃねえか。だから後入れじゃねえか。だから止めた。半分まだ半分。そうだそうだ。もう薬味感覚で入れるんだ。これ本当ね、最近のカップヌードルこういうトラップあるからね。はい、お湯だけ捨ててきました。はい、ありがとうございます。そばですね、見た目。そばですね。そばだ。だから、でもこの麺自体の太さとかは普通のペヤングですよ。それに何かこう色をつけてるって感じでしょうね。これはソース。え？あ！ちょっと待って、ペヤングのソースとは違う。何なのかは分かんないけど、めんつゆみたいな感じなんじゃないですか。だからあ、めんつゆだ。めんつゆです。めんつゆ。お蕎麦屋さん入った時の匂いですね。そう本当に蕎麦粉ゼロだろうな。そこもそうだったら大変なことになりますよ。俺が倒れたら蕎麦粉入ってるってことですからね。じゃあ早速、久々のそばです。いただきます。うまい。意外とこのペヤングの麺とこの醤油ベースのこのソースが合う。さっぱりした感じの。だからほんでペヤングとは全く別物、ペヤングの焼きそばとは全く別物で、あっさりした感覚で食べれる。そば感に関してはね、そばの味を忘れてるんでね、どんな味だったか分かんないんで、これがそばって言われればそばだし、そばじゃないって言われたらそばじゃないんですけども、でもこのそば、このペヤングそば風のこれ自体の味としてはめちゃくちゃうまい。食感もちょっと違うんですかね、ペヤングのそばと比べると、うん、こっちの方がまだしっとりしてる。あと僕ぐらいなんかまあ言ったらこの灰色の麺っていう時点でもうおそばの、四角でもうおそばの感覚になるんで、
みんな今度蕎麦屋行くとき俺これ持っておこうかな。みんなと一緒に蕎麦食ってる感じで。お湯捨ててくださいよ。ちょっと寂しいんですよ、あれ。これは素晴らしい、ペヤングのお蕎麦風でございました。他にもいろいろあるんでね、ちょっと気になるの皆さんあるでしょう。ぜひね、ちょっとこれも食べてみたいなと思いますんで、また次回、挑戦していきたいと思います。いやー、蕎麦感動しました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。